の切り替えて。アイドル教室10周年に向けて心身ともに鍛えよう。アイドル教室の強度性。はい、始まりました。アイドル教室は今年で結成10周年を迎えました。イエーイ。します。どうですか、意気込みは。やっぱり10周年という特別な、はい、10周年はやっぱり10年に一度しかないので、特別なライブにしたいので、はい、絶対にこの今日の試練を乗り越えたいと思います。そうです。いいこと言いました。乗り越えなければいけないんです。はい。お客さんからお題をいただいているので読み上げたいと思います。はい。お願いします。ふにふに。ふにふに。ふに。今回は。ペヤングソース焼きそば超超超大大盛りギガマックスマヨネーズマックスの早食いで勝負じゃーん。くれぐれもよく噛んで食べるのじゃ、はい、頑張るのじゃこれあれだよ、4ブロック。めっちゃこの下にもあるよね。
はい、え、ない、あ、ないわ4ブロックじゃないか、2ブロック2ブロック2ブロック、結構厚みが、火薬を、火薬を入れること、中に入ってない、紹介してください、火薬、ソース、マヨネーズ、これは後で入れます、そうですね、そう、たまにあるじゃないですか、これ先入れちゃう人、あー、味なくない、お湯が頭に流れる、確かに、薄めてます、 OK、 入れます、おー、結構入ってるね、入ってます、嬉しいですね、カラカラ、まあそうですね、はい、カラビス入れちゃいます、ドドドドドドド、こんな火薬の厚みがあるから相当な麺 300g って書いてある、300? 300? え、1000 まで、お湯を入れて、お湯入れてきますか、あんちゃん、結構ポットもね、でかいポットですけど、せーの、気をつけてね、みんな、あ、すごい飛び散る、ね、ちっちゃい子は、ね、いや、お湯なくなりそうじゃん、大人の方と一緒にね、子供とは全然そうですね、じゃあ、あれ、待って、アスちゃんいっぱい置かないと、あ、なるほど、すごいすごいすごい、あ、うちが押そうじゃん、たまに重い、あ、なるほど、すごいすごいすごい、あ、うちが押そうじゃん、あ、まだ足りない、アスちゃん入れたね、入れました、オッケー、じゃあ蓋をします、ピタ、はい、どうしよう、めっちゃ多いか、どうですか、食べれそうですか、食べれます、頑張ってください、はい、え、これさ、なんかさ、ラーメンだけかなんかソース温めたりする、あ、え、温めます、え、温めるよね、やっぱ、ここでいいですか、え、そうそう、なんかここで一緒にやってマヨネーズは、マヨネーズは温めるマヨネーズは、なんか溶けちゃうから、あ、そうか、油だから、なんかソースってなんでこれ温めるの、え、温めるんですか、あったかい方が美味しい、焼きそばソース温めるんですか、ラーメンは分かるじゃないですか、油だから固まってるから、こう置いてあげる、まあ、ソース、まあ、ええよな、リー気分、気分、まあ、ええよな、ってずっとポッて置いてあるんですけど、ずっと触れたかったんですけど、これって、今日の景品ですかね、これ、これめっちゃ触れたかったんですけど、おいしそう、今日の景品だイエーイ、おいしそう、香ばしいクッキーのクリームサンド、あとにキャラメル、キャラメルのクリームサンド、やば、そう、頑張ろう、ちょっと目指してね、はい、でも一人1000キロカロリー食べる、え、てか、みんな1000キロカロリー食べよう、1000超え、やばい、ちょっとお腹空いてきたかも、めっちゃお腹空いてる、めっちゃお腹、レッスンめっちゃ頑張ったから、今日何を頑張りましたか、今日レッスンですか、言えないよ、言えないこともあるんだけどあともうちょっとかな、あと40秒ぐらいですね、私たちはちょっとチラ見してみる、あと40秒だ、いいんですか、焼きそばってチラ見して、あー、本当に変わらないね、火薬がちょっと浮いてるの、もうちょっと混ぜる、大丈夫です、アスミン何この技、え、やりません、これこの方初めて、箸を挟めて、えすごい、ここまでしてなかった、逆にこれでいつも、あー、なるほど、なんかそのランス、え、すごい、こうやって箸でやるんだ、やばい、時間だ、小技、時間だ、年季入りすぎでしょ掃除大好きですもんね、掃除好きです、昨日もお風呂掃除したんですけど、よう知ってますね、知ってますよ、掃除しました、今日の作業、あ、なになになに、やばい、まろちゃん、今日の作業しまーす、違うとこ取れました、えぇ、あれ、ちょっと待って、雪にの部分取れた、何、どうしたんだっけ、これだよ、これ待って待って、そっち拾うから、ちょっと待って、あっちあー、あー丸ちゃんがめくったのが湯切りの部分を切っちゃって、え、今でもこっちに矢印あったんです、かけちゃうから許しちゃう、やばいやばい、重い、これ気をつけよう、はい、気をつけてね、いやー、お湯だけですか、あー、よっ、あ、ちょっとこれもちょっと分かれてるんですよ、こう、いや、これもりもりさ、混ざりやすいのかもしれないです、ちょっとバケツどかしますか、せっかく、ちょっと重いですよ、これ、まだ気をつけて、まるちゃん持てる、
頑張って。はい、いっぱいある。今回のご飯だ。今回のいっぱいある。でもこれ結構ソースが本当に上がるのが大変かもしれない。多いから。今回の私たちマノポリチームの出演としましては、はい、マノちゃんがマヨネーズ食べれないということで、やっぱマヨネーズかけちゃうとマノちゃんの食べるペースが落ちてしまうかもということなので、私たちもね、はい、ハーフハーフで、なんでほぼカロリー私が摂取するという形で、ね、サリさんはもうちょっと取った方がいいですよ。それな、この前言うたばかや私キロフードターですよ、もう見えて。分かんないよ、本当に。どこに何がついてるの？いや、この辺。おいしさん、マヨしていいですか？全部開けちゃったマヨ。おい、なんてこと。もうドバッと。ドバッと入れちゃうよって感じで。マヨ投入。マヨネーズ美味しいよね、焼きそばって。わー、いっぱい出てきた。やばいよ。いやもうなんで見てこのカロリー。レイちゃんがつまみ食いをするかもしれない。マヨネーズのつまみ食いをした。美味しい。塩分。なんかマヨネーズ。半分混ぜますかね全部。いいよ。美味しそう、食べれそうな気がしてきた。なんかこれ、この量を見ると食べ出したらいけるんじゃないかなって。これマヨネーズって全部消費しなきゃダメですか？そうでございます。今これ半分だけとりあえず混ぜたんですけど、もう結構やっぱ量がすごい。でもやっぱ全部入れよっか。こっちの皮を入れましょう。あるよ。美味しそう。均等に混ぜたいから。こっちがマヨネーズ、こっちがマヨネーズ。よっしゃ、来たー。帰ったよー。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。